それじゃあね、総合的 DNA 見てみましょう。ね、コンプリメンタリー DNA、ね、小文字の C に DNA って書いて総合的 DNA です。この定義はメッセンジャー RNA と総合的な配列を持つ DNA です。ね、これどういう意味かっていうと、例えばね、俺たち人の DNA を、ね、制限酵素で切って、で大腸菌に DNA リガゼで繋いじゃう。ね、大腸菌の DNA も切って DNA リガゼで繋いじゃう。何の考えもなしにそんなことやってやわしと思っても、実は大腸菌ってわけのわかんないタンパク質作っちゃうんですよ。なんでかっていうと、大腸菌にはスプライシングっていう仕組みがない。原核生物には基本的にスプライシングっていう仕組みがないんで、大腸菌、イントロン領域除けずに、イントロン領域残ったまま、リボソームくっついて、タンパク質合成して、わけのわかんない長いタンパク質、イントロン領域まで、なんで、イントロン領域まで翻訳しちゃった、わけのわかんないタンパク質を作っちゃうんですよ。それ役立たないんで、だから俺たちどうしてるかっていうと、メッセンジャー RNA を使って、逆転射酵素で DNA を一回作って、で、その DNA を二本差にして大腸菌に組み込んでるんですよ。メッセンジャー RNA ってもうイントロン領域覗かれてるんで、それ、このメッセンジャー RNA を元に作った DNA を大腸菌に組み込めば、大腸菌はスプライシングなんてしなくても正常なタンパク質を作ることができるんだね。じゃあちょっとね、今の話はよくわかんないと思うから見てみよう。これが元々の DNA。で、我々ね、細胞の中ではね、転写とかスプライシングが真核生物の中で起こってます。遺伝子から転写されて、そして転写産物、ね、がね、スプライシングを受けて、そしてメッセンジャー RNA ができるわけです。ここでポイントは、スプライシングが終わった後のこのメッセンジャー RNA はイントロンを含んでないってことです。そこがポイント。だから俺たちって、細胞を取って、なんていうの、細胞をね、すりつぶしたら、中からメッセンジャー RNA がいっぱい発見されます。それは、いろんな遺伝子から転写されて、スプライシングを受けてできたメッセンジャー RNA です。その、メッセンジャー RNA を持ってきて、で、レトロウイルスっていうウイルスの持つ逆転写酵素っていう酵素を働かせます。この逆転写酵素ってまさに逆転写、まさにね、 RNA をもとに DNA を作る酵素なんです。このメッセンジャー RNA をもとに DNA を作ります。ここに早速現れたのが一本差の総合的な DNA です。ここね、このメッセンジャー RNA の配列をもとに作られた DNA だから、これが総合的 DNA です。いいかな、一本差の総合的 DNAね、逆転写ってね、セントラルドグマの例外です。面白いね。セントラルドグマって DNA から RNA、RNA からタンパク質っていうね、一方向の情報の流れっていうような、規則ね、セントラルドグマって言ったけど、でもその逆だね、RNA から DNA を作っちゃうっていう。まあ実際ね、セントラルドグマっていう言葉を提唱したクリックはもう逆転写は予言してたけど、ね、実際地球上で知られています。ね、レトロウイルスなんていうウイルスが持つ、レトロウイルスなんていうウイルスが持つ、特別なウイルスが持つ逆転写酵素によって、メッセンジャー RNA から DNA を作ります。で、これ、ちょっと過程ちょっと一個飛ばしてるけど、ね、この後ね、RNA を、ね、上の赤い RNA を分解して、で、普通にね、DNA ポリメラーズを働かせて、二本差の総合的な DNA を作っていくわけです。で、これをね、大腸菌に組み込んだりするわけだ。で、繰り返すけど、なんでこんなことしなきゃいけないかっていうと、例えば、この遺伝子を大腸菌につなぎますって言って、ここブチって切って、大腸菌にまんまつないだら、大腸菌ってこのスプライシングってことができないんで、イントロン領域が挟まったままになっちゃって、大腸菌はそのイントロン領域も使ってタンパク質合成しちゃうんで、わけのわかんねえ長えむちゃくちゃなタンパク質ができちゃう。だから俺たちはスプライシングが終わった後のメッセンジャー RNA を使って、それを逆転写して DNA を作って、で、これがね、もうね、ね、ちゃんとイントロンが除かれたバージョン、元々の遺伝子のイントロン領域が除かれたバージョンを作ってから、これを大腸菌に組み込めば、ね、大腸菌では、例えば人の正常なタンパク質が、作られるわけだ。で、こんな風にね、メッセンジャー RNA と相互的な配列の DNA をね、相互的 DNA って相互的 DNA と言います。まあ、相互的 DNA がね、穴埋めになることはね、ほぼない。多分、そういう問題、ほぼ見たことないかな。ないけど、この話自体は結構最近流行ってきてるんで、ちょっと話自体は知っときましょう。で、ここから先はね、数分ぐらいでいいんだけど、まあ、今言ったみたいに、この、イントロンを除いた DNA を組み込めば、正常な人のタンパク質を大腸菌みたいな原核生物に作らせることができる。し、例えば、これって、こういう産物って、こっから作ってるわけだ。だから、全部の遺伝子分はないんですよ。全部の遺伝子分はなくて、どんな遺伝子があるかっていうと、その細胞で、転写が起きてる遺伝子分しかないの。だから裏を返せば、こういった産物を調べれば、俺たちが材料に使った、DNA のどの遺伝子が
転写されて、つまりどの遺伝子が発現してるかが分かるの。いや先生、そんなもんメッセンジャー RNA 見りゃええやんけって思うかもしれないけど、このメッセンジャー RNA ってめちゃめちゃもろいんですよ。めちゃめちゃもろいの。でも DNA ってめクソクソ安定なんですよ。だから一回これ作っとけば保存して、例えば、ある細胞が成長のステージごとにどんな遺伝子を順番に発現していくかをこの配列を見ながら追跡できたりとか、ね、あ、この細胞ではあの遺伝子とこの遺伝子が発現してるって分かったりとか、ね、ここにないってことは発現してなかったってことだね。ここにないってことは発現してなかった、ね、メッセンジャー RNA がその遺伝子から作られてなかったってことだから、ここにある、ね、俺たちが産物として相互的 DNA を手に入れることができたこの遺伝子、これは発現していた、まさにその細胞で発現していたってことが分かるわけだ。まあ、こんな風にね、ちょっといろんな研究のいろんな研究を支える相互的 DNA の話をしてみましたね。ちょっとこれ発展なんでね、余裕のある子はちょっと勉強してみましょう。